西浦和駅は、埼玉県埼玉市桜区田島5丁目にある、東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。武蔵野線の本線のほか、東北本線与野駅までの支線が分岐している。この支線は主に貨物列車が使用するが、武蔵野号など一部の旅客列車も経由している。駅番号は、JM27、島式ホーム一面二線の高架駅である。 新大宮バイパスと交差する地点に設置されている。武蔵浦和駅が管理し、JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅。以前は東浦和駅の非管理駅だった。改札口は1カ所で、正面は新大宮バイパス上り線となっている。自動改札機が設置されており、自動券売機が改札外に設置されている。エスカレーターは改札内1 2階。 中二階ホームに各一基設置されている。どちらも上りのみ。エレベーターは改札内ホームに一基設置されている。トイレは男女とも改札内に一箇所ある。また、車椅子用のトイレもある。武蔵野線の本線と大宮支線が分岐するため、線路が四本あり、その内内側の二本が本線、外側の二本が大宮支線である。 1.4番線にはホームがないため、当駅の乗り場の番号は2番線からとなっている。駅本屋の趣向は、前田建設工業。駅カラーは、オレンジ色。2020年度の1日平均乗車人員は1万1856人で、ある。武蔵野線内26駅中心三里駅に次いで21位で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。 駅前ロータリーは2003年に整備されるまではなかった。ロータリー完成後も駅周辺の道路が狭いため、ロータリーにはコミュニティバス以外は乗り入れておらず、接続交通機関は主にタクシーとなっている。一般の路線バスは駅の北側にある高畑バス停が最寄りである。深夜バスとして池袋駅1時20分発のミッドナイトアロー、高島平、 中浦和が西浦和駅入口に停車する。埼玉市が運行するコミュニティバスが発着する。なお、運行は国際工業バス西浦和営業所が受託している。国際工業バス西浦和営業所が運行する路線バスが発着する。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。